たまにはメガネも。最近このさ可愛いメガネしてなかったからさ、これなんだっけな、チコリータモデルだっけ、ポケモンのね、ポケモンモデルなんですよこれ。チコリータだった気がするけど忘れちゃった。可愛くない？こんばんは。その眼鏡あんまり見ない。そう、あんまりしてなかった。せっかく買ったのにね。なんか一個前のやつが、あ、今あれだな、洗面所にあるけど、そう、家でつける用で、これは外用なんですけどほとんどつけてなかった。お、トメさんすごい、これ何、スタンドフラワーか。わーい、トメさんスタンドフラワーありがとうございます。嬉しい。ただでさえこの背景にいっぱいねスタンドフラワー置いてもらってるんですけど、嬉しい、ありがとうトメさん。私の画面ではここにあります。ウェイ、ありがとうございます、嬉しい。そう、今日はですね、あ、そうだ、テロップ書かなくっちゃね。今日はお祝いですから、ショールーム毎日配信2周年、びっくりびっくりびっくり、イエーイ。はい、ということで今日は私がショールームで毎日配信を始めて2周年、730日かな、イエーイ、わっしょい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 、こんばんは、ありがとうございます、イエーイ。始めたきっかけはね、ショールームさんのイベントだったんですけど、まあまさか2年も続けられるとは思っていなくてですね、これは全て皆様のおかげでございます。なんかそう、2周年で話そうと思って話してなかった話があるんだけど、なんかこの前愛媛に行った時ね、この前いつ帰ってきた、一昨日ぐらいに帰ってきたんですけど、行った時にね、おきくちゃん役のりんさんと話した時に、本当にさやかのファンは熱いと、そうで、なんかそうすごい愛媛まで来てくれたりとか配信で見てくれたりとか、すごく熱いし、なんだろう、いいファンの人だよねって言ってくれて、でもそれはさやかの人柄とか、毎日ねショールームっていう配信して、ここ素の部分を見せてるから、それが本当にさやかの強みだよってこうリンさんに言ってもらえて、なんかちょっと嬉しかったです。でも確かに本当にショールームはね、何も着飾らずにすっぴんでやったりとかね、この前は泣いちゃったりもしたんですけど、本音をぶつけられる場所なので、本当に皆さんとこう距離がこうやって縮められてるのは絶対にショールームのおかげだなと思ってる。てか私のさ、あのぽっちゃん劇場の役者さん、みんな私のファンの方のこと呼び捨てにしてめっちゃ覚えてんだよねそう、めちゃくちゃ覚えてて、やっぱあのツイッターでさリプライとかしてくださってるじゃないですか、ファンの皆さん、みんなそれでめっちゃね、私のファンの方をみんな覚えてらっしゃるっていう、めちゃくちゃおもろい状況が起きていました。もうなんか友達だと思ってる、みんな、皆さん、ファンの皆さんのことをそう、でも本当にさやかのファンはいい人だよねって言ってもらうたびに嬉しかったですね。あとちなみにこの髪の長さとも今日でお別れですから、皆さんちょっとあんまり今日セット
前髪が綺麗に丸まってるぐらいであんまり何悪いシルエットにしただけでセットしてないんですけど、みんな見納めです。こんばんは。いやーでも本当にね、ショールーム2周年嬉しい。まつげ目指すところは800日ですかね。800日めでたいね。8だし、8、800日もねすぐだと思いますけど、言うてそう2ヶ月とちょっとぐらいでしょ。2月なんてもうすぐですね。こんばんは。毎日配信してくれてるおかげで本当いろいろ頑張れてる、イエーイ。でもマジでみんなが見てくれてるから毎日続けられてるので、マジみんなのコメントがなかったらさ、こんなずっと話し続けられないから感謝してます、感謝してます。サリーのおかげでいつでもある。そう毎日ね、こうまあ私は皆さんの顔見えないけど、コメントでねみんなのリアクション見れますし、皆さんは私の顔が見れるし、まあ、日によってコンディションがとても悪い日とかあるんですけどあることにはあるんですけど。こんばんは。ちなみに今日はメガネであんま見えてないけど、ちゃんとメイクしてます。まつげ伸びたよね。メガネするとさ、ちょっとレンズの加減でちっちゃくなるんだよね。ここの輪郭とかもずれてるの分かると思うんですけど、近視だからさ目ちっちゃくなっちゃう、メガネすると。まあいっか。そう、眠の時あるしね。夜配信の視聴はもはや日記。お、ありがとうございます。こんばんは。いや今日はね、今日やろうとしてたことリストにお部屋の片付け、動画編集、ジムに行くっていう、あと買い物に行くっていう4つのミッションがあったんですけど、部屋の片付けで1日が終わりました。なんででしょうか、マジでなんで。え、結局ジム行ってないんだよね。配信終わったら行こうかな部屋はねほぼほぼほぼ片付きましたね。そう、ちょっとあの皆さんからいただいたプレゼントをさ、大きい紙袋みたいなやつに入れてバンバンバンって部屋に置いてあったのよ。それをそう、あの収納の場所に仕分けしてってやってたら、丸一日かかった。それでお家の大掃除全部モップとかコロコロとかかけて、ホコリも取りつつ一日終わってたよね。ジム行かなくっちゃな、マジで痩せなきゃいけないのに。今日はみかんばっかり食べちゃうし、やっぱみかんがあるとね、毎食みかんになっちゃってね、めちゃくちゃ不健康ですね。明日はちゃんと食事しよう。食事とってない、まともな。こんばんは。今日は何個？わかんない。数えてないけど、15個ぐらい食べた。こんばんは。劇場から全部持って帰れたの？まあ今回はそんなに量多くなかったんで、前回が結構やばかったんですよね。なんかこんな大きな紙袋2つ分ぐらいあって、そうありがたい。まあ前回誕生日の近くだったってのもあってね。こんばんは。
今回はねそんなになかったのですんなり持って帰りました。こんばんは、こんばんは。2周年おめでとう、サリエライ、ありがとうございます。 2年間も付き合ってくれてありがとう。それこそあれだ、昨日のプレゼント、あ、昨日のプレゼントさえまだ仕分けてないけど、この紙袋ですねちょうど後ろに映り込んでた、これ昨日もらったプレゼントたちですね。ありがとうございます。こんばんは。いやマジででも運動しないとな、今日もあんまり体疲れてないから、ショールも終わったら一瞬だけジムに行って頑張って帰ってこよう。さらにさ、髪バッサリいくの、バッサリいくって言ってももうこの長さだから、バッサリいくって言っても5センチとかそこらですけどね、普通に髪は切りに行きますよ。こんばんは。いや1月になるまでにさ、こう落とし切りたいよね。今年の脂肪は今年に置いていきたいよね。こんばんは。脂肪は年越しさせたくない、マジで。メガネかわいい、ありがとうございます。年末の掃除みたい。いやそう、今年の汚れは来年に持ち越さないでいこう。脂肪は汚れだからでもうちのママから LINE で、昨日のオンデマンドを見たらしいんですけど、なんか前より筋肉質になったって言われた。そう、でもね今明らかに筋肉ついてるんですよね、この二の腕とか、腕筋やばい。なんかね最近ね、ジムのメニュー、そのジムの人が考えてくれてんだけど、腕を酷使するメニュー多すぎて超きついの。なんかさマジでないかったから本当に最初辛くて、でね1ヶ月通ったらなんかダンベルの重さ重くされちゃって毎回死にかけながらやってるんですけど、そう、でもすごい見てわかるぐらい筋肉ついたって結構すごくないですか。でもどこなんだろう、でも腕かな、筋肉質に見えたのは。足はもともとふくらはぎはちょっぴりムキムキなんですけど、ダンスのおかげで。天野さんの諭吉、違和感ありすぎてあるって登場するたびに笑ってしまった 笑わないであげて。こんばんは。ちゃんとプロテイン取ってるのって効果あんだなって思ってる。あ、ママから腕ってラインが来た。腕が筋肉ついたように見えたらしい。じゃあ本当にやっぱ自分がついたなって思ったのが目に見えてついてるんだな、嬉しい。腕立て伏せも近々できるようになるかもしれないね。あとでサイモンでも見よう。すごい、わさっぴさん2周年タワースタッフラありがとうございます。イエーイ、わさっぴさんありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい、ともちさんも2周年スタンドフラワータワーありがとうございます。イエーイ、ちょうどテロップも15分経ったので730日、イエーイ。すごい、ちょっと待って、ヒラリンさん2周年タワーありがとうございます。ヒラリンさんもありがとう。
2周年です。ちょっと待ってケンケンさん、これもスタンドフラワーかわいい、ありがとうございます。ケンケンさん、スタンフラありがとうございます。イエーイイエイイエイ、ケンケンさんありがとうございます。しかもいいスタッフらありがとうございます。そしてケロンさん、2周年スタッフらありがとうございます。嬉しい、ケロンさんもありがとうございます。2周年です、イエーイ、ちょうどテロップ出てます。でおちゃむさん、2周年スタッフらありがとうございます。ありがとうおちゃむさん、2周年です。ここにここが華やかになっていく、どんどんわーい、嬉しい、ありがとうございます。また明日からも別にあの辞める予定はないので、またどんどんあの数字は増えていくと思いますけれど、また毎日やってるので暇な時覗いてください。今日はケーキ用意してない、私もケーキはね用意してない、ちょっと最近お祝い事がそう非常に多かったので、ちょっとケーキ食べ過ぎだから今日は用意してないんですけど、そう、まあお祝いのものがなくたってね、言葉で感謝を伝えたりすることはできますから、今日はちょっと言葉メインでねねー、こんばんは。ちょっとお祝い事がねちょっと重なってしまって、皆さんちょっとあのすいません、いっぱいお会いしてもらっちゃって、すいません、ありがとうございます。てーてー、毎日続けられてることが本当に素晴らしい。いやでも本当に毎日ねそう続けられててさ、まあ、それは皆さんが見に来てくれるからなんですけど、本当にね2周年なんでございます本日。あれも背景が可愛い、嬉しいですね。ありがたいでございます、いつもありがとう。いやこちらこそですよ。はい、こぞさん2周年ごめん、ありがとうございます。ショールームイベントか2年、そうですね、ショールームイベントで毎日アイドル始まったので、ちょうどショールームイベントか2年ということになりますね。こんばんは、2年間も続けてくれてありがとう、イエーイ。サイリンの配信すごい楽しいよ、ありがとうございます。最近特に本当ここ1ヶ月くらいの話ですけど、特に面白い配信にならないかなと思って試行錯誤しています。そう、なんか面白いにもいろいろ種類があると思うんですけど、なんか見てられるなぐらいの面白さじゃなくて、ちょっとクスッとしちゃうぐらいの面白い配信を今ちょっとどうやったらできるかなってね、いろいろねバラエティの勉強にもなるかなと思って頑張ってるんですけど、まあ難しいよね。こんばんは、仕事終わった、お疲れ様、健康にも気をつけて頑張ってる証拠だ、それともただすごく健康なのか。あでも私保育園の時とかは毎月風邪ひいてたし毎月風邪ひいてさ1週間ぐらい休むから全然保育園行ってないレベルでよく風邪ひいてたし、小学生の時とかも全然風邪、結構むしろ結構風邪ひくタイプだったから、そんな体は強くないんですよ元の体なんだけど、まあしっかり食事をとるとか、できるだけ寝るとか、夜更かしする時もあるけど、あと手洗いうがいね、私手洗いうがいのね頻度がねえぐいんですよ。なんか外一瞬でもそう出たらさ、あのもう手洗いうがい しないとあーってなるタイプだから、それも多少はあるかもしれないですね。
2年前存在はしていたけど続けていたら知らなかったか、今好きな人し、え、そう、存在は知ってくれてたのね、嬉しい、ありがとうございます、毎日楽しませてもらってます、ありがとう。リップ変えた？変えてないです。こんばんは、西のおめでとう、ありがとう。自然にしてたら面白い、やったぜ。そう、毎月風邪ひいてたのさ、虚弱すぎるよね。川端慎二さん2周年おめありがとうございます。毎日アイドル危うい時はあった？あったのかもしれないけど、あんまり何も覚えてないよね。うん。あんまり覚えてないけど、あったとは思うけど、ちょっとあんま覚えてないですね。ポリポリ。腕上げると顔が光っちゃう。この明るさをもうちょっと下げたりできないの、これ。分からん分からん分からんな、分からん、ちょっと設定よく分かんなかった。でもできなそう。こんばんは、今日も今日とって生きててくれてありがとうございます、イエーイ。こんばんは、ごめんなさい、あくびがちゃって出ちゃった。こんばんは、でも嬉しい、ここのスタッフらたち嬉しい、かわいい。でさ、スタンドフラワーって好きなんだよね。あの生誕祭の時とかいつもこうすっごい立派なものをねいただくんですけど、スタンドフラワーが好きすぎて嬉しい。この特別な日にしかもらえない感が良くない？スタフラ好き。なんかこの、あーありがとうございます、ヤスさん2周年スタフラありがとうございます、嬉しい、ヤスさんありがとうございます。なんかこのぐらいカラフルなの可愛いよね。カラフルなスタンドフラワーいいな、かわいいな。何？バラの花？これは。サリの生誕祭まだ決まらない。サリの生誕祭多分だいぶ先だと思うよ。ハルピョンが7ヶ月遅れとかだからだいぶ先になると思うけどね。カラフルスタフラ可愛いですね。ツイッターの写真全部可愛かった、イエーイ。そう、今日さ昼配信でさツイートします、昨日の公演のツイートしますとか言ってたのに、さっきまで忘れてたよね。よかった、今日中に投稿できて、忘れ続けるところでした、セーフ。そう、めっちゃ忘れてた、ちょっとポンコツすぎるな。じゃあなんか今日いろいろでもいろいろやったんだよ、やったんだよ、ちゃんとやってたら忘れちゃったんだよ。そう、こんばんは。なんか年金の手続きとかしてたからちょっと大変だったの。そしたらちょっと忘れちゃったよね。もう二十歳になったから年金払わなきゃいけないんだわ、それのなんかやってたわ。偉いでしょ、ちゃんと。そういうさ、なんか締め切りがある公的書類みたいなのマジでさ締め切り以内にやるの超苦手なんだけど、
年金の支払いとかマジで早く払わないとちょっと本当になんか怒られるっていうか年金もらえなくなるらしいからさ、やっべと思ってさすがにやらなきゃと思ってさ、そう半月ぐらい眠らせてたんだけど、そうさすがにやりました。本当にさ私さなんかなんだろう、締め切りまでに何かをやるみたいなのがすげえ苦手なんですよね。そう苦手。でもなんだろう、普通の人はでもできてるってことじゃないですか。だからなんかね、なんか抜けてるんだと思う。何かが普通の人は持ってる何かがないんだと思うわ。足りてない。そういえば年金手帳大事なの。あ、そうなの？年金手帳届いたけどね、うちに。私二十歳になった時まだ学生だったから控除されたけど偉いな。まあもう学生じゃないからね。学生じゃない。慣れとかじゃないね、多分。もう昔からなんか、なんだろう。ダメだからそういうの多分あれなんだと思うよ。なんて言っても怒られそうだから言わないとこ言いたいことはあるけど、これ言ったらなんか怒られそうだからやめとこ。間に合わなかったことはなさそう。いや、それ結構公共料金の支払いいつも締め切りすぎてからコンビニで払ってるよ。最近は引き落としにしたので、ああでもね、引き落としになってないやつは毎月は遅れて払ってんな。水道料金とか電気料金とかは。引き落としにしたから今はもう勝手にね通帳に記帳しに行くときに、はあ抜かれてるわと思うんだけど、インターネットの料金、そうあれはマジで毎月、あれはまだねなんか口座引き落としなんかやり方よく分かんなくてやってないんだけど、毎月締め切りすぎてから払ってる。いや無理なんだよね、公的な書類とか特に無理。そう難しいね。こんばんは。困っちゃうよ本当。早く電気料金も口座引き落としに、電気じゃないインターネット料金も引き落としにしなくちゃ。もしかしてパスポートもそろそろ切れるんじゃない？今パスポートの更新多分しないと思う。だってパスポート取っても海外のお仕事何もなかったからマジでお金の無駄になっちゃったから多分取らないと思います。こんなご時世ってそもそもなさそうだしね。パスポートでもいつまでだろうな、知らないな知らないな。お米とかってどうしてるの？お米は、送ってもらったりしてる。あんま食べてないけど最近。免許更新忘れてうっかり執行よくあるから気をつけてね。なんか免許更新忘れるとマジでめんどくさいらしいから、それは多分ね頑張っていくと思う。そう。こん
ばんは。よっ。サリンこんばんは。こんばんは。いやー今日この後運動すんのめんどくさい。でも痩せたい。明日からでいいかなっていう気持ちの私もいるけど、うわーやだー、すごい嫌だー。家で筋トレにしようかな。あー、ジム行きたくない。今日もう外絶対寒いし。パスポートは10年タイプじゃないの？パスポート10年タイプは多分何歳以上ってあれだよ。子供は5年しか取れなかったはず。あー、ジム行きたくないなー。でももう5日ぐらい行ってないんだけど、はあ、正直今日あんまりちゃんとした食事してないから、筋トレすると多分筋肉が分解されるんだよな。全然今日タンパク質取ってないから絶対あれだと思う。筋肉分解される。今日食事みかん、ほぼみかんだから良くないね。みかん食べるのみんな気をつけようね、食べ過ぎには。分解されんの嫌なんだよな。もう明日にしよう。今日はショールームが終わったら30分ぐらい家で筋トレします。有酸素は明日に任せよう。そう、ビタミン C の摂取量やばい。なんかさ、毎日食べたものをさ、なんか栄養素とかを計算するアプリに入れてるんだけど、今日ビタミン C の数値すごい振り切ってた。バーンってなってた。ビタミン C 取りすぎなんだけど、ってなってたね。でも今日さ、部屋の片付けだけでさ170キロカロリーも消費してるんだけど、さ、家の中で4000歩も歩いてんだけど、やばくない？さ、今日家から一歩も出てないんだよ。 2.8 キロ家の中で歩いてんだけど、こんな狭い部屋で。こんな狭い部屋でそんな歩いたの？やばくない？何？やば。めっちゃ狭いのに。やばー。さっき一歩も家から出て、マジで部屋の片付けしかしてない。くしゃみしてそう。そう、動き回りました。そう、散歩も行かなかったね今日は。ちょっと起きんのが遅すぎて今日。大丈夫、明日美容院に行くために外に出るから。明日でもどうしよっかな。朝起きて散歩して、朝ごはん食べて病院行ってって感じになるかな。頑張って起きなくっちゃ、マジで。こんばんは。明日いっぱい運動するわ。東京帰ってきてからキャスターさんと連絡取った？リンさんとは取ってるな。
リスさんあんまり多分ね LINE こまめにしない人なんですよ。だからなんかちょこちょこですけど、そう、まあでも今度ね、扉座さんが今やってるホテルカリフォルニアって舞台があるんですけど、それをね見に行くときに多分会えるんですよね、みんなに、リンさんとかカエさんにすぐ会えるからね東京帰ってきてすぐみんなに会えるんだよな。そう、たまたまなんかみんな行こうとしてる日が同じらしくて、でなんか私もその日お休みなので、じゃあみんな行くなら私も別にね、わざわざ別の日に行くこともないし、なんか会えるんだったらみんなと一緒の日に行こうと思って、だから会えるんだ、イエーイ。で普通に扉田さんの舞台見に行くのが楽しみ。この前の2代目はクリスチャンもすごい面白かったし、今回はジョン・マイ・ラブの脚本演出全てを作ってくださった横内先生もお芝居してらっしゃいますからねすごくない？横内先生を舞台で見れるのすごい楽しみなんだよね。そう、マジ楽しみ。しかも演出助手をしてくださった、もう私の第二の母と言ってもいいぐらい、母まで違うんだな、お姉さんなんだよな、私の姉子と言ってもいい、リサさんもね出ますから、リサさんがステージに立ってる姿も見れると。今回ご指導ご鞭撻いただいた横尾先生とリサさん、お二人ともお芝居されるところを初めて見れるということで楽しみ、楽しみです。なのでそれを楽しみに今生きてる。そう、ね、面白そうでしょ。そう、豪華なんです。扉座さんも40周年ですからね、倍です、私の年齢の。すごい、そんな40年間も戯曲を作り続けている横内先生がとんでもないすごすぎて、なんか本当にすごい先生に教えていただいたんだなと思って、なんかビビりますね。本当すごい。演出家の先生は舞台に出るんだね。演出家の先生っていうか、まあ、横内先生が舞台に出るのはホテルカリフォルニアぐらいだと思うんですけど、リサさんは普通に役者さんですからね。そう、演出助手もやってらっしゃるけどメインは役者さんですからね、リサさんって。そう、こんばんは。サリはミュージカルや舞台見に行くの好き？結構感激、まあ、ミュージカルはこの前のミサが出てた、ミサとナーミンとチャケが出てた、オープニングナイトしか見たことないけど、実際にはね、舞台見るのは結構好きですよ。そう、やっぱ面白いよね。ミュージカルはでもあんまり、なんだろう、映像とかでしか見たことないから。あ、でもミュージカルこの前見たわ、オープニングナイトと、もう一つ剛力彩芽さんと元 e-girls の、あ、名前忘れちゃった方が出てたやつ、アミさん、そう、アミさんが出てた、チャ、なんだっけ、チャミ見たことあるわ。こんばんは。最近ミュージカルをちょこちょこ見ていますね。まあ、チャミはご招待していただいて、リサさん経由でリサさんとお二人で見に行ったんですけど、めちゃくちゃ面白かったし、
ああいう可愛いミュージカル私もやりたいなってすごい思ったんだよね。こんばんは。可愛いミュージカルやりたいと思ったんだよねって言ってもみんなが多分見てないから多分全然通じてないと思うんだけどそうすごい面白かった。こんばんは。人の舞台見るの勉強になりますよね。ああこういう風にやるのもいいのねみたいな。やっぱ人の心を動かせるお芝居ができるようになれたらいいなと思うけど、でも本当に今は舞台3回出させていただいて経験はちょっとずつこう積まれてるけど、なんだろう、実力は全然まだ上がってないから、いろいろ経験は積みたいけど、経験が積まれれば積まれるほどその期待度は高くなってしまうじゃないですか。だから早くこう実力を身につけないとなと思ってるけど、経験が積まれれば積まれるほど焦るんだろうなとは思ってる。こんばんは。全然自信はない、お芝居に関して。感激しまくってて役者さんから見に来てて営業 DM が頻繁に来るような。そんなのあんねや、すごっ。マジムリは客席で見たことある。ライ、マジムリライはあのゲネプロを客席で見ました。あの私がゲストで出させていただくので出させていただいたのでなんかこう全部一旦見といた方がいいよってこうスタッフさんに言われて、確かに、あと普通に見たいと思ってゲネプロ見ましたね。なんかまた AKB で舞台やったら次こそ出たいな。なんでさえは毎回呼ばれないんだろう。やっぱ呼ぶほどの魅力がまだないのかな。こんばんは。こんばんは。呼びたいと思うほどの魅力がきっとまだないんだろうな。なかなかうまくいかないものですね。こんばんは。8での舞台もまたやりたいしな。また舞台あったらいいな近いうちにって感じですけど、ないかな。こんばんは。マジでないかな。今回ので舞台通うファンが多いことは運営さんも分かってくれたもん。いやー今回の舞台は多分 KB の運営がほとんど関わってないから多分知らないと思うこんばんは。2周年おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。アイネちゃん声量があんまりないイメージがあったから今日見て意外とあったかびっくりした。アイネちゃん意外と大きい声めっちゃ出しますよ。そう、声大きいです。こんばんは。普段はねこうおっとりしてる優しいイメージだけど、そう、こんばんは。でまた AKB での舞台があったらすごく出たいね。めっちゃ出たい、超出たい。よいしょ。こんばんは。こんばんは。
あくびが出ちゃう。ちょっと眠くなってきちゃった。早寝しよう、今日こそ。昨日絶対さ3時半まで起きてたせいで今眠いと思うんだよね。もう原因は分かってる。公演の日ってさ早く寝れないんだよね。帰ってきてショールームして終わるやん。あの一旦横になっちゃうんだよね。ゴロゴロしちゃうのよ。ですごく眠いとそこで一眠りして夜中の2時ぐらいに起きてうわーってなるんだけど、昨日は普通になんか携帯ポチポチ触ったら気づいたら2時になってて、あ、じゃあ1時になってて、はぁー1時や、風呂入んなきゃってお風呂入って3時半に寝たんですよ。おバカさんですね、おバカさんです。動けないんだよ。施術恋しかった。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。それこそあれです、またリンさんとの話で、奥間リンさんとさジョンマイの時一緒にいすぎてリンさんとの話ばっかりなんですけど、ちょっと許して、リンさんと話してたんですけど、やっぱ一期ってまああの千秋楽の挨拶で神田さんも言ってたけど、もう文字しかない何もないところからこう立体に作り上げていったのは一期だから、その二期以降もこうジョンマイラバー続いていくけど、とりあえず一期であの何だろう、一期良かったねってこう言ってもらえるそのクオリティにしたいよねってずっと言ってたんですよ。そう、こうどんどん続いてってもこう一期を思い出してもらえるような一期にしようねっていう、まあそれあのそれぐらいの気持ちでやろうねってずっと言ってて、しけさこんばんは。そうだから恋しいと言っていただけると非常に何だろう、頑張りがこう実った感じがして嬉しいですね。まあ役者の心持ちの話なんですけどね、それは。そう、やっぱ一気良かったよねって思ってもらえるようにってこういうっていう意味で、まああの私は全部で30公演、リンさんたちは76とかだったかな公演ぐらい、毎回こうレベルアップできるようにやってました。こう稽古で初日迎えたらそこがゴールで、あとはあの惰性でやるっていうわけではなく、毎公演毎公演こう上を目指して、昨日より上、昨日より上、昨日より上ってこうやってましたね。だからもう本番入ってからもあの歌のね指導は佐藤さんがやってくださって、江川さん役のね、でダンスの指導は加江さんが、奥に役の加江さんがやってくださってて、縦の指導は翔太さん、舞踊役の翔太さんがこうやってくれた指導っていうか、まあみんなのまとめ役みたいな、なんかあった時にこう見てくれる人やってくれてて、本当に本番始まってからも佐藤さんに何回かこう歌の指導いただいたりとか、もっとこの曲はこういう風に歌った方がいいとか、この声の出し方はこうやってやった方がいいよとか教えていただいたりとか、そう、まあカエさんもね歌のアドバイスすごい途中もらったりもしたし、ダンスもここはもうちょっとこうやって合わせようとか、そう、でも縦はマジで毎日縦返しって言って本番前に全部縦やるのね。だからもう毎日ショートさんには教えてもらってた。やっぱさ1個クリアしたらもっとどんどんこう上をね一緒に目指してくれるから、ここができたら次はじゃあもっとここはこうしてみようとか、毎回こう新しい課題というかさらに良くするための課題が生まれるから、そう、それがすごい楽しかったな。そう、そのだから自分も成長を感じられるから、それがなんかこう秋が全く30公演って普通のミュージカルとか舞台だったら多いけど、
飽きずにこう毎回毎回新鮮な気持ちでできたのかなって思いますね。こんばんは。パンの指導はセリンがしたの？でもパンのこね方は教えてあげたよ、稽古の時に。パンはこうやってこねますよって。まあでもこねる生地じゃなくて、あれぬいぐるみみたいなやつだから、むね、そのこね方は多分できなかったと思うけど。こんばんは。一応教えてあげたよね。ちなみにこうやってこねるんですけどねつって。縦どんどん上手くなった。おー嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。そうでもそうだから、本当にリンさんと一緒にやっぱ息よかったねって思ってもらえる一気にしようっていうのが少しだけでも達成できてるのかなと思うと、恋しいって言っていただくのはすごく嬉しいですね。嬉しい、ありがたし。でもなんかこうふとした時にやっぱ口ずさんじゃうわけよ、ジョンマイの歌を。そう、それの時口ずさんだ時に、あもうステージで歌うことないねやでちょっと寂しくなった。そうちょっと寂しくなったね。高弘くんがこね方サイに教わったってショルムの話してよ。イエーイ、竹蔵ありがとう、私の株を上げてくれて。私も未だに頭に残ってる。セリフもまだまだ覚えてる。セリフね、なんかいつかこう口にて言えなくなるんだろうなって思うと寂しいよね。今はまださ、終わってそんな経ってないから全部言えるし演じることできるけど、いつか全部忘れちゃうんだろうなって思うと寂しいね。それこそもう前に出た家族の話のセリフとか全然覚えてないもんね。何にも覚えてないもん。あ、何にも覚えてないわ。一字一句覚えてないけど、そうなっちゃうんだろうな。時の流れというものは悲しいですね。人間そうすぐ忘れちゃう。ジョーマイラブの台本は手元に持ってるの？うん、ここにあるよ。ほら。ジョーマイラブ。これは本当に最初の稽古の時に使ってたやつだ。稽古場で使ってたやつだ。めっちゃ書き込んである。一幕最後の太陽が昇るシーンで、それこそなんちゃら賞、ザッツアワーミッションかな、最後でしょ。ザッツアワーミッションって言ってる。それこそが次私たちの課題だ、使命だって言ってる。我が使命って曲だから私の使命だって言ってるんだな多分。何ページくらいある？あでもね、大体ね2時間のね戯曲だとね60ページくらいなんですよ。そう前のね家族の話もそうだったけど、2時間だと60ページくらいです。イエスイエス。懐かしい。この台本見てると稽古を思い出すな。若
書き込んでる。でも今回は主役でセリフもめちゃくちゃ良かった。まあでも今回はミュージカルだったんでセリフそんなに、主役より万次郎の方が多かったですね。鉄はさ、ミュージカルってその人間の感情が大きい時に歌に乗せるっていうのがミュージカルなんですよ。だから鉄は結構全部曲に乗せたから、その歌だったからそんなに、なんか歌詞が、まあ、歌詞を覚えるっていう新たなミッションもあったんだけどそう、万次郎の方が全然ねセリフ量的にはね多かったと思いますよ。そうそうそう、その分鉄は曲数が多かったですね、歌のね。60ページも覚えられるのはやっぱりプロ。まあでも60ページのうち自分のセリフは一部ですからね。そう、人の、自分が出てないシーンも一箇所ありますから。一箇所とは言わずあれですけど、結構ありますからね。横内先生に言われたこと全部メモってるからめっちゃ書き込んである。こんばんは。このページ書きすぎだろ、どう考えても。ちょこっとだけ、ちょこっとだけ見せますけど、書き込みえぐい書き込みえぐいな。始まってからはほとんど台本開いてないですね。始まってからはその時にもらった感情とかを大事にしてたから、始まってから台本開かないようにしてました。そう、じゃあなんて書いてあるか多分あんま見せない方がいいから、なんて書いてあるか見えないぐらいのスピードで今みんなに見せた。すげえ書き込んであることだけ分かるぐらいのスピードで今見せた。あ、このページやばいこっちまで書き込んである。あの印刷してある面としてない面であるのね。してない面の方にめっちゃ書き込んである。これ、こんばんは。このページもやばいわ。ほら、書き込みすごいです。こんばんは。こんばんは。これもね、えらい思い出深い台本ですね。今日ちゃんとするって書いてあるあのお京ちゃんね、鉄の二人目の子供のお京ちゃんをじゃーんってするって書いてありますね。めちゃくちゃおもろいやん。いいね。
こんばんは、こんばんは。いいでしょ。あとは何だろうな、面白い書き込みないかな。こんばんは。このページめっちゃ書いてあるな。なにこれ。声が息になりすぎない芯のある声を使えるように。あー、これ思い出した、言われたわ。なんか声に芯がなくて、最初の頃とかはなんかめっちゃ息でも、もう今だったらどうやってやってたのか分かんないんだけど、声が息多すぎって言われてた。そう、息多すぎって言われてて、それを今思い出した。裏話っぽくてなんかおもろい。あるよね、いろいろとね。前のシーンでの出来事大切に、初歩的なこと言ってる。こんばんは。めっちゃ難しい。息多いって何それ。あ、だからこうやって喋ってる時は別に声に芯があるじゃないですか。でもなんか最初の頃はセリフを、多分セリフをなんだろう、読むっていう意識が高すぎて、なんかどういう感じだったんだろう、なんかこういう声だったんだと思う。なんか感情の込め方失敗した人の声みたいな。いや、そうなんですよねみたいな。息が多かったんですよ。この喋り方だとあんまり息感ないじゃん。ハキハキ喋ってるって感じやけど。そう、そんな感じだね。一息わざと入れるとか書いてあるわ。こんばんは。筆の持ち方って書いてある。筆の持ち方。セリフ終わりで息が止まらないように。うわー、これも言われたわ。人の話聞いてる時ってさ、普通に生きてる時はさ、ちゃんと呼吸しながら人の話って聞くじゃん、当たり前だけど。人が喋ってる時息止まんないんだけど、やっぱ演じようとするとね、人が話してる時って息止まるんだよね。そう、なんか普通に喋ってる時さ、ここで息を吸ってとか思わないじゃん。普通に喋ってたら勝手に息が入ってくるし、苦しくなったりしないじゃん、喋ってて別に。なんだけどやっぱお芝居、まあそのなんだろう、プロっていうかさ、もうや何回もやってる人とかはさ、多分そんなないと思うんだけど、私みたいにまだ素人だと息が止まるんだよね。自分のセリフ終わりで息が止まったりとか、逆に息吸い忘れて途中で苦しくなっちゃうみたいながあって、最初はめちゃくちゃ悩まされてた。それになんで普通に喋ってる時は息吸おうって思わなくても息入ってくるのにダメ、できないんだろうってずっと思ってた。でも後半はなんかなかったな。ジョーマイラブも始まってからも前半とかは結構なんか息が足りないみたいな瞬間はあったけど、
後半はなんかナチュラルに息足りないなーって時はなかったから、きっと知らぬ間にできるようになってたんでしょうね。こんばんは。最近すぐジョンマイラブの話しちゃうな。それほどお芝居が楽しかったんだろうな。こんばんは。ちょっとお水持ってくるね。喉乾いた。ずっと喋ってるから。よいしょ。少々お待ち。待って、今日部屋の掃除してすごいすがすがしいな。すべての埃を排除したから、むちゃくちゃ今家綺麗だわ。最高。家が綺麗って嬉しいね。よいしょ。でまたエイトの日のリハが始まったら部屋が散らかり始めるんだろうな。片付ける余裕がどんどんなくなってきて、忙しいのは嬉しいんだけど部屋を片付ける余裕はなくなってくんだよね。みんなって部屋綺麗に保てる人？私はすぐ物が溢れちゃう人。皆さんからね、ありがたいことにたくさんプレゼントをいただくので、それもあるんですけど、そもそもでも私物すごい増えちゃう人なんですよ。こんばんは。このちっちゃな家にあっていい量じゃないものが、引っ越しの時多分地獄みたいに大変だと思う。量、物の量が多すぎてマジ地獄だと思うわ。しょうがないか、しょうがない。うん、物捨てられないから無理。一緒だね。さえも物捨てられないタイプ。じゃあ服が捨てられないんだよ。また着るかもって思って捨てられない。もう着ないだろって思うんだけど、でも着るかもって思ったら、しかもなんかさ、買ってみたけど、まあ、そうでもなかった服とかあるやん。でもそれってさ、この前買ったばっかやしなってなるの分かる。こんばんは。あ、そういう服をリメイクすればいいんだろうな、きっと。きっとそういうことなんだろうな。リメイクできるようになったら楽しいのかもね。今度挑戦してみようかな。ただでさえでもさ、毎日時間がなくて1日24時間短すぎだろうって思ってるのに、そんなことやってる暇ないんだけど。やりたい、なんかさ、やりたいことはいっぱいあるのにさ、なんでこんなに毎日時間がないんだろう。なんか毎日仕事に追われてるとかじゃないのに、なぜか毎日時間ないんだよね。いっぱい寝てるからか。夜携帯をいじってる時間をなくせば一日長いと思うんだけどね。太って着れなくなった服を置いてたら、最近娘が着れるようになった。あら、娘さんとシェアいいですね。私もね、ママとよくシェアしてるよ。そう、あと私の服あげたりしてる。もう着ないけどママ着るっつって。絶対さえが夜布団の中でゴロゴロ携帯をいじる時間を短くすれば、その分朝早く起きれて一日長くなると思う。昼に起きるとマジで一日一瞬で終わるね。だってさ、まださ、起きて10時間しか経ってないからね。早起きが大事だな。夜更かししないが目標だよね、もう今後。でもさ、午前中に起きても午前中ダラダラすんだよな。だからダラダラする時間が多分ね、生きていく上で私には必要なんだと思う。そう、ダラダラする時間がないと多分死ぬタイプなんだと思う、メンタルが。でもダラダラしたことによって病むんだけどね。ああ、また無駄にしちゃったっつって。もうめんどくさい性格。なんてめんどくさい性格してるんだろうね。
でも本当にねダメなんだよね。頑張れるようにならないとな。こんばんは。まあでも今日洗濯できたし頑張ったな。自分に甘い。明日も洗濯、明日はお布団の洗濯しよっかな。お布団カバー最近洗ってなかったし。朝一で回せば夜までに乾くかな。明日の天気次第かな。こんばんは。こんばんは。そう、人間だものって感じ。で、何が何でも明日動画編集終わらせなくちゃ。明日も今日くらいはあったかい。おお、いいですね。今日でも家から一歩も結局出なかったから、あったかかったのかなんかよく分かんなかった。なんなら部屋の中はずっと寒かった。出なさいよ本当に。でも今日ぐらい明日もあったかいなら、明日外に出れば今日の暖かさも実質感じれたってことになるからセーフ。なんてポジティブなんや。都合のいいポジティブは得意ですね。まあポジティブに生きるのって大変だよね。大切だけど大変だよね。さやは元はネガティブなんですよ。だからこそこう頑張ってポジティブシンキングにしてるんですけど、結構元がネガティブ気味なので、そう良くないですね。お祝いにケーキを買ってきたから食べるね。あ、最高、いいね。何ケーキですか。さえもケーキ食べたい。ケーキは来年までお預けかな。私はサイリン推しになってポジティブになった気がする。お、嬉しい。私がポジティブを発信してるからかな。そう。でさ、すぐネガティブスイッチ入るからな。ダメなんだけどね。で、なんかポジティブなことをちゃんと口に出せていれば、いつか根からもポジティブになれないかなと思って、できるだけ口に出そうとしてるんですけど。こんばんは。何にも周りに食べるものがない。じゃあコーヒーでも飲もう。美味しいコーヒーを。明日の目標はみかんを食べ過ぎないことです。でもなんか、ね、ちゃんと今日みかん全部選別したんですよ。傷んでるやつが2つ入ってたから、それを抜いて、そうで、こう柔らかめのやつをこう上にして、すぐ食べれるようにして、そうちゃんとやることはやったんですよ。今日動画の編集までは 手につかなかったけど、でも今日配信時間早かったしと思ったけど、もう9時半か。9時半でしょ。今からお風呂入って10時半、11時ぐらい、ちょこっと編集してから寝ますかね。動画編集こんばんは。やりましょう。1時間ぐらいは少なくともできるかな。やりましょう。ちゃんと今日手をつけとくと明日もねすんなりできるからね。イエー。1本ねもうねほぼ上げれる動画があるんだけど、それ動画の最後につけたい素材があって、それがちょっとねまだ用意できてないので、いつになるのかな。
だ届かないんだよなって感じで。こんばんは。こんばんは。明日でもマジで髪の毛どうしよう、なんか何にもまだ決めてなくて、なんか予約の段階でなんかまだ未定コースで頼んだそう、まだ未定コースで頼みましたね。カウンセリングしっかりめに やってもらうコースで予約した。悩んでるんだよ。そう、なんかいろんな写真見せて、この顔の形だったらどれが似合うと思いますかと、何色が似合うと思いますかつって相談ですね。悩ましい、悩ましすぎ。お金下ろしてから行かないとな。私はこの前写真見せてもらっ、写真見せてやってもらったけど、顔がやっぱり女優じゃないから全然違った。いやーそれなんだよね、この顔になりてーって思うよね。さえもう思う、めっちゃ思う。そう、こうなりたかったんだけど、やっぱ顔面が違うとなれないよねーってちょっと悲しい気持ちになるよね。あるあるだと思う。でもそれ美容室あるあるだと思うよ悲しいってなるよね。こんばんは。どうしようマジで。サリンでもなるのね。え、全然なる。自分の顔そんな好きじゃないしああこういう顔だったらよかったなって無限にあるしね。もっとこういう顔だったらよかったな、全然あるよね、やっぱ誰しもが。うん、もう仕方ないよね。世界一可愛いのにありがとう。もう私のファンの人が世界一可愛いと言ってくれるのでそれでいいです。顔光りすぎですないものねだり。え、でもさ、でも誰しもが橋本環奈さんの顔面になりたいと思わない？私は思うよ全然思うよ。うん、橋本環奈さんにやっぱなりたいよね。あんな一枚の写真でうわー絶世の美少女やーって言われる顔面欲しかったよね。やっぱそれはさすがに思うわ。無理やもん、あのお顔無理やもん。でもさ、もうほんとなんか写真一枚で全力で拡散されるような顔面で生まれたかったなとは思いますけどね。まあもうそればっかりはもうね無理なのでちょっと諦めてるんですけど、もう生まれた顔面がこれだったので、まあちょっと、まあ、そのご縁はなかったということで、この顔面で最大限輝けるように努力はしてますけれどもそう、徹
通りすがりの星集めですが、6日前に橋本環奈さんファン見で至近距離で見てきました。すごっ、いいね。6日前ってむちゃタイムリー。こんばんは。タイムリーだね。いいな、実際見たらマジで綺麗なんだろうな。女優さんとかもそうだけど、実物の方が絶対いいじゃん、基本的に人間って。うわー、存在したんだってなるやん。なるんだろうな。一度拝んでみたい。サリンは至近距離で見たい。いや、握手会、まあ今はないけど握手会で見てたやん。死ぬほど見てるやん。可愛すぎ、綺麗すぎは高値の穴すぎて親しみ持ちにくいかも。まあ求めてるものによるけど、なんだろう、親しみじゃないよね。そのなんだろう、もちろんその芸能人に親しみを持って好きになってくれる人もいると思うけど、なんだろう、 AKB のコンセプトは愛に生きるアイドルだから多分親しみが大事なんだけど、芸能人って枠組みだとしたら、むしろ手の届かない存在にいてくれた方がなんかずっと憧れられない、憧れの対象にずっといれできない。親しみってなんかこう憧れと相反するものな気がするんですよね。こんばんは。そうだから、その目指してる場所とか皆さんの求めてるものによるとは思うんですけど、まあ、AKB はまあ親しみをむしろ売りにしてるからいいんですけど、そう、橋本環奈さんとかのレベルになるとあれじゃない、もはやなんか手の届かない存在にいてくれた方がむしろずっと応援できる感ない。思うね。って思うね。こんばんは、こんばんは。まあそんなこと言ってたら、私は親しみで全力で売っていきますけどね、今後も。はははは。は全力で親しみと愛嬌で言っていこうと思ってますけどね。私はそのなんだろう、手の届かない憧れの存在とかになれるほどカリスマ性を持ってないので、そう、その才能を持ってない、持たずに生まれてしまったのでね、親しみの方に全振りでいきたいと思ってますけど。こんばんは、こんばんは。その憧れられるような手の届かない存在になれる人はもうそういう才能を持って生まれた人だと思うから、そう、その才能はちょっと持ち合わせてないのでね。親しみやすさはね、なんか多分努力で結構持ち上げられると思うんですよね。そう、
もう努力値で戦っていくしかないAKB の中でね。こんばんは。まあそんな感じで1時間半ぐらい喋ったので終わりにしますかね。今日も楽しかった。いっぱいスタンドフラワーみんなありがとうございました。可愛いです。ここがすごくなんかさ、私の画面だと死ぬほど重なってるんだけど、もっとなんかこう鼻らかして置いてくれたらいいのにね。重なっちゃって見えないじゃん。こうまんべんなくこう画面の下に置いてくれたらいいのにって思うけど、まあいっか。これも華やかで可愛いね。なでなでしとくね。嬉しいです。スタフラ大好きマンとしては嬉しいです。ありがとうございます。ということでランキング読みます。13位ひろくんさん、ありがとうございます。12位さとちゃん、ありがとうございます。11位つなちゃん、ありがとうございます。10位こぞさん、ありがとうございます。9位川端しんじさん、ありがとうございます。8位おちゃむさん、ありがとうございます。7位ケロンさん、ありがとうございます。6位ひらりんさん、ありがとうございます。5位ともちさん、ありがとうございます。やすさん、ありがとうございます。3位まさっぴさん、ありがとうございます。2位けんけんさん、祝配信2周年ありがとうございます。そして1位はとめさん、ありがとうございます。イエーイ。皆さん本当にたくさんのタワーありがとうございました。嬉しいです。また明日から3年目になりますから、よろしくお願いします。楽しく配信していきます。ではおやすみなさい。バイバーイ。